はい、哲也です。今日はね、気候変動問題、民主党方式では中国に敗北するというテーマでお話してみたいと思います。最近米国では気候変動問題をめぐって民主党と共和党の対中アプローチの違いに注目が集まっています。今日はその点について簡潔にまとめたこの記事をベースにお話ししてみたいと思います。この記事によれば、ニューヨークに拠点を置く調査会社ロジウムグループが5月6日に発表した報告書によると、中国は2019年に米国と他のすべての先進国を合わせたよりも多くの温室効果ガス GHG、グリーンハウスガスというんですかね、その温室効果ガスを排出していたということですね。この報告書によると、中国だけでも世界全体の排出量の実に 27% 以上を占め、米国は、ね、2位なんですけどね、11% とね、かなり1位との差が開いてるんですね。でその次にインドなんですけど、これが 6.6% で3位、次いで欧州連合 EU の27カ国が 6.4% だったということなんですね。ですから、中国がね、ダントツ1位ということですね。これはぶっちぎりの1位ということ、あんまり名誉なことじゃありませんけれども、この温室効果ガスの排出という点では中国が世界一だということですね。で排出量に目を向けるとですね、中国の排出量は2019年にはですね、 14.1 ギガトンの二酸化炭素を出したということですね。1990年の3倍以上になるわけです。これは、過去10年間で、25% も増加したという計算になるそうですね。ギガというのはね、100万倍という意味なのでね、1ギガトンというのはね、グラムに直すと約10億キログラムくらいになるんでしょうかね。さっきちょっと計算してみたんですけど、間違ってるかもしれませんが、いずれにしてもですね、かえってピンとこない数字になりますね。それは置いておいてね、2019年の世界全体の排出量は52ギガトンを少し超えるぐらいだったそうですから、中国一国だけでそのうちの 14.1 ギガトンを占めているというんですからね、これやはりね、相当な割合ですよね。なお2019年の中国の1人当たりの排出量は 10.1 トンに達し、過去20年間で3倍近く増加したとされています。この数字はですね、 OECD を構成する37カ国での1人当たりの平均 10.5 トンを、わずかに下回るものなんですね。しかしこの報告書にはですね、次のように書かれているんですね。2020年、中国の小味の温室効果ガスの排出量は約 1.7% 増加したが、COVID-19、すなわち新型コロナですね、のパンデミックをきっかけに他のほぼ全ての国からの排出量が急激に減少したため、中国の1人当たりの排出量は OECD の2020年の平均を上回ることが予想されるということなんですね。中国は人口が多いから、排出量多いのは当然でしょうっていうんですけれども、その人口1人当たりに関してもですね、もう OECD の平均値を上回っているという感じなんですね。中国は世界最大の石炭生産国なんですね。しかも最大の石炭消費国でもあるんです。サンフランシスコに拠点を置く NGO 非政府組織グローバルエナジーモニターのデータによると、今年1月時点において中国で稼働している石炭火力発電所は1082基で、中国はさらにですね、92の発電所を建設しており、その他にもですね、建設予定、今後ね、建設するという予定のあるですね、発電所が135もあるそうなんですね。中国はですね、これからね、石炭を減らしますよと言っておきながら、実際にはですね、増やしてるということですよ。どんどん増やしてるということなんですね。一方、中国政府は中国の一帯一路構想に署名した国々でも化石燃料プロジェクトに多額の資金を提供しているんですね。一帯一路とは、ご承知の通り、中国と世界の他の地域を結ぶ貿易ルートを構築するために、2013年に中国政府が展開したインフラ投資構想なんですけどね。ニューヨークに拠点を置く
CFR、 これ外交評議会という名のね、非営利団体によると、中国は2016年にこれらの国々で240の石炭プラントに関与したとのことなんですね。まあ、こうした状況に鑑みてね、CFR は一帯一路による化石燃料投資は気候変動との戦いを今後より困難なものにするだろうと結論付けたんですね。中国政府が一帯一路に関わっている国々を事実上将来に石炭火力発電を続けざるを得ない状態に追い込んでいるということなんですね。今回のロジウムグループの報告を受けて、共和党のリック・スコット上院議員はツイッターで、気候変動に関する民主党の中国政府との協力について次のような手厳しい警告を発しました。中国は世界最悪の汚染排出国であり、我々は中国が方向転換を図ることを信じることはできない。気候変動に対処するには本物の解決策が必要だが、中国と実効性のない合意を交わして何か仕事をやっているふりをしてはならないとね。これ民主党に対する非常に厳しい批判ですよね。中国と米国は4月に米国の気候変動担当特使ジョン・ケリー氏が中国を訪れた後、気候変動との戦いに互いに協力することを約束しました。ケリー氏の外遊に関しては、スコット氏を含む複数の共和党議員から、多くの批判が噴出したんですね。ケリー氏が外遊した数日後、中国の習近平主席は4月22日に米国主導の気候変動サミットに参加しましたね。その際、中国は2021年から2025年にかけて石炭消費量を厳しく制限し、次の5年間で段階的に削減すると述べた上で、中国が2060年までにカーボンニュートラルにするというね、昨年9月に示した公約を繰り返したんですね。でもどうですか、先ほど言ったように中国はどんどん、ね、自国で、石炭火力発電所を建設しようとしてますよね。なおかつ一帯一路構想の中でね、他の国々にたくさんの石油火力発電所をね、建設させようとしてるわけですよね。現行一致じゃないという見方しかできないんじゃないでしょうかね。ケリー氏は最近ね、フォーリンポリシーというニュース誌からのインタビューを受けたのですが、そこでの発言をめぐってね、複数の共和党議員から厳しい批判が出てるんですね。ちなみにケリー氏の発言の要旨はね、次のようなものでした。米中間には経済のルールやサイバーに関して、また人権問題や地政学的利害に関しても考え方の違いはあるが、だからといって気候変動に対する米中間の取り組みが妨げられる必要はないとね。この発言に対して下院外交委員会のマイケル・マコール共和党議員はニューヨークポストに対して次のように語りました。ケリー氏は優先順位に関して考えを改めるべきだ。CCP にジェノサイドの中止を要求したとしても気候変動交渉が妨げられるものではない。中国に住む何百万人もの抑圧された人々の生活よりも気候問題が重要であるかのような発言をするのは無神経かつ不適切であるとね。つまり気候変動問題を重視するあまり、人権問題等に関する批判の矛先を緩めてはならないというわけですね。今年1月、当時のマイク・ポンペイオ国務長官は退任の直前に CCP が新疆ウイグル人やその他の少数民族に対してジェノサイドと人道に対する罪を犯していると宣言しました。下院外交委員会の主要メンバーである共和党のアウグスト・フラッガー議員はそのことを踏まえ、5月6日ケリー氏のこの発言に対して次のようにツイートしました。非常に不愉快であり、道徳的にも間違っている。中国はジェノサイドを行い、何百万人もの新疆ウイグルのイスラム教徒らを強制収容所に入れて多くの人道に対する罪を犯している。米国はそうした虐待に目をつむり、投函に付すわけにはいかないとね。このように見てくるとね、民主党と共和党ではね、対中アプローチに大きな違いがあることがわかりますよね。
民主党が経済は経済、気候変動は気候変動、そして人権は人権とそれぞれ明確に分けて対中交渉を進めようとするのに対して、共和党はあらゆる面で断固対立し、中国封じ込めを徹底しようとしているようですね。両党におけるこうした対中アプローチの違いの根底には、中国という国を信じるか信じないかという点があるようですね。民主党は気候変動への取り組みに関してはまだまだ中国を信じようとしているようです。しかし共和党にしてみれば、民主党が気候変動問題について中国の譲歩を引き出したいがために、経済や人権あるいは軍事面での横暴に甘くなることを懸念しているんですね。民主党のやり方では、中国側から気候変動の面で譲歩を引き出したいがために、中国の経済、人権、軍事面での暴挙を許してしまった上で、なおかつ気候変動での取り組みでは中国の口約束やカラー約束に騙され、米国等の自由と民主主義を標榜する国々の国力の相対的な弱体化を招き、結果として中国に敗北するということなんでしょうね。僕はこれまで中国が重ねてきた嘘、例えばね、南シナ海の島を軍事拠点化はしないよと言っておきながら、実際軍事拠点化したじゃないですか。そういったね、嘘がこれまで繰り返されてきたことをね、前提とすれば、やっぱりね、共和党の味方の方が正しいと言わざるを得ないと思うんですけどね。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。